Come on, wrestling party.この試合はですね、CWT に参戦している最年長永田裕二、35歳、それに対しまして最年少小野外した23歳と、12歳差となっております。12歳、レッドが一周してますね。そうですね、永田裕二選手が、プロレスを始めた頃、小野外したは小学校でひらがなを学んでいました。あ、それが今この CWP のリングでプロレスをするっていうのはすごいですね、本当に。運命的だね、なんとも、はい、奇跡と言いますか。先ほど試合開始前も言っておりましたが、はい、小野穂選手、本名が永田選手、永田さん、ね、小野穂君の本名は永田さん、はい、永田さんの本名は宮崎さんと。本名とリングネームがちょっとそれぞれ別々というか、永田コールが起こるとこうどっちもちょっと元気になるという。ああ、そうですね。なるほど。まあ、これ迷う必要ないですけど、コールするのも、ね、どっちかの長田が互いにしたい方にコールして連れてしていただければ。この方外した選手はですね、はい、4月まで学生プロレスをやっておりまして、はい、3年連続、はい、学生プロレスを、はい、学生プロレス年に一度の再現で、3年連続メインイベント、はい、非常に脚光を浴びてきました。そうですね、あの体を見たらそれも、ね、納得できます ね、 そうですね。一方の永田裕二選手はですね、団体のバックのピンクは巻くことができず、はい、不遇のバックのピンクは驚異的な打たれ強さ、これがね、それが今この年齢に立ち上がって話されているといいますか。そうですね、続けばいい、なんかいいことあるもんですね。永田選手はどんなにやられてもやられても立ち上がる、非常に厳しい状況をされてますね。永田裕二選手はですね、通常人間だらけと言われておりまして、はい、あ、もう試合も物理的にもバチバチ、そうですね、バチ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 やられるような、はい、永田さんの持ち味というところですね。そうですね、今のところそうですね、もう一つ若い方のヤング永田選手の方が押してる感じです。わかりにくいですね、それあの肉体であれだけの跳躍力を見せてくれて現場に過ぎてますね。金とほら詰まってて多いですからね。そうですね、あれは永田選手もね、耐えられてるから。砂尾に詰まる、これはきつい、背骨に波ではありますね。砂尾に逃げる永田選手もね、ちょっと年齢的にも腰にダメージが蓄積してる。あ、もうですか、35歳で、ね、今ね、腰を叩きました。ジジイ、あ、ちょっと、ジジイって言われましたよ。いいことと悪いことがありますからね。頑張れ、蹴り蹴り反撃、ガットショット一発で、おお、35歳のドロップキック、いやいいですね、35歳のドロップキックって小説一本かけそうだね。そうですね、まあ本家永田裕二選手なんですけど、もう50歳でも関わらず、アンチエイジングを掲げメンバーのベルトを巻いたりしてますから。そうですね、G1 でもね、さっきの G1 でもあれだけの姿を見せましたから、ね、3.5 歳ぐらいでまだまだ結婚のやつが見られないよ。というか、こちらの永田選手の方も50歳ぐらいで続けるという永田さん、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 ベルトにどんどん払っていくぐらいじゃないか。そうですね、永田選手の中で大瀬選手も挑戦しますからね。はい、おっと、あなんかこういうパーティーな戦術も使うんですね。そうですね、汚い腕で一点集中攻撃ですね。12個下に1攻撃ですよ。そうで
そうですね、これが会社だって、普通の会社だったらパワハラですからね。そうですよ、もう12個違ったらもう何ですか、発色部長対新入社員ぐらい違う。まあそれぐらいの違いはありますよね。武器の選手もちょうど新卒ぐらいじゃないでしょう。そうですよ、はい、さあ、はい、はい、はい、一方の長田選手、新入社員の女の子に対して、はい、最近正社員になったばかりの殺し殺し殺しの長田決まるぞ上
ッケ並みのキラーピリスどうしたら、早く手を本家の金を返してほしい。逆に長田さんが長田長田雄二の分も長田雄二の分長田今長田雄二に対する愛を今持ってるのか高速強烈そして投げ切った美しい右がダメだ左さあダブルダウンですかこれさあダウン残したところで何があるんだ